雨が上がったかどうかという京都競馬場、芝場、馬場は重馬場になっています。京都牝馬ステークス第51回の競争を迎えます。芝の外回りの 1400m、 18頭の出走です。4歳以上のオープン戦、解説は競馬ブックの長岡俊之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、久々の馬もいる中ですけれども、展開含めて重馬場です、はい、いかがでしょうか。そうですね、主のコースがね、これがなかなか難しいですね。走ってみないとわからない部分が多い、あとね、どれが逃げるか、確たる逃げ馬いないんですね。そうですね。あとどういう展開になるかもね、ちょっと読みにくいレースだなというふうに思いますね。はい、まあ、人気上位馬も比較的まあ後ろからという馬も多いわけですからね。はい、クイーンズリンクが現在1番人気に支持されています。秋華賞2着馬、一昨年の覇者ウリウリが2番人気、前走で京都金杯を勝っているウィンプリメーラが3番人気、順調なゲート入りになりました。体勢が整います。京都牝馬ステークススタートを切りました。少しばらけました。ベルルミエールは後手を踏みました。好スタート、プールホタルビ、今日も花を立っていくか。内から行くのがレオパルディナ、内から1番のダンスキャンサー、その外にフレームコード、1番外がクールホタルビ、そして人気上位馬のウィンプリメーラ、内からはウリウリ、今日は好位につけました。外、こちらが1番人気のクイーンズリング、人気3頭が好位につけて、その後ろ8番のディープジュエリー、外にスナッチマインド、格上挑戦、18番がリメインサイレント、そして8番のディープジュエリーがいて、外に八坂オディール、外17番がレッドオーバル、4番ベルルミエール巻き返し、13番ゴールデンナンバー、間浮世の風、そしてその外がディーサルウェポン、最後方から7番のペルフィカになっています。3、4コーナー中間点、坂の下りに入っている外回りコースです。さあ、先頭が逃げているのがダンスキャンサー、プールホタルビが並びかける3番手にフレームコード、その外から1番人気のクイーンズリング、内でいるのがウリウリ、外を回っていきました。1000万勝ったばかりのスナッチマインド、その後ろはリメインサイレント、レッドオーバル、さあ内を突こうというのがウリウリですが、さあ先頭がダンスキャンサー、ダンスキャンサーが先頭ですが、早くもここで外から上がってきた、スナッチマインドだ、スナッチマインドが先頭、スナッチマインド2番手争いがクイーンズリング、内からはウリウリ、間ダンスキャンサー、外からはウィンプリメーラ、さらには10番のマジックタイム上がってくるが、先頭が逃げる逃げる16番のスナッチマインド、外からクイーンズリング、これは強い、クイーンズリングが先頭、外クイーンズリングからマジックタイム、クイーンズリング1着でゴリ、クイーンズリングミルコネムーロ、秋華賞2着、エリザベス8着から久々の競馬でした。今日はマイナス6キロものともせずクイーンズリング、重馬場の外を力強く抜け出していきました。京都牝馬ステークス制しています。1000万勝ったばかりのスナッチマインドが早々先頭に躍り出ましたが、それをマークする形、14番のクイーンズリング、そして外からは10番のマジックタイム、追い込んできたという馬たちでした。中川さん、いかがでしたか最後挑戦。クイーンズリングね、やっぱさすがにやっぱ力があるなって感じしますね。外のね、直後にスナッチバインドに直線では先越されてしまうんですね。はい、そこから人を追うことに伸びてきて、まあ、